ファンキュルタガタメプレゼンツ今泉 P の絶つながるラジオ。おはようございます。おはようございます。皆さんが不安なの家に実家に行く。すみません、遅くなってて。今泉と申しまして、あっその、ゲームのディレクターを今やってるんですけど、僕がゲーム作ってるプロデューサーで、僕の一応元でしっかりと働いてくれてますね。ちゃんと働いてる。そこの一応責任者と上司の一人でもある木村と、そう、僕らのゲームをやってくれてる秋田県のユーザーです。さっぱり分かりませんけど、息子一つは本当によろしくお願いしました。あ、これ好き。アルペン、アルペン教兵、小学生の時アルペンシゲ、そうアルペンシゲ、それ教兵ですよ、ちっちゃいの。ここ、これ91年だもん。はい、ありがとうございます。一応お納めください。プー太郎だったんです。なんですよね、本当にもうぶち明け心配してる、ね、いや苦労の本当にこう恥ずかしながら苦労のかけっぱなしで、それで親父ももう今もう部下も ね、 ね、部下もいますから今。でもちゃんと、うん、面接とかしてるんですから、そうっすよ。そう一応あの僕らと繋がったってなったらこう繋がることなんですよ。これを押していただき、はい、いや、じゃあ夫婦の共同作業いきます、はい、よろしいでしょうか。せーので、繋がりました。山形の刺激、ね、はい、スペシャルサンクス、ヤスさんでした。ユーザーですいません、スタバのユーザーがすいません。本当に今日は CA 置いていきますんで、はい、あのちょっと積もれた話を何をやってるか分からなかったんですけど、なんとなく分かった気がしました。皆さんに支えられてて、いい方たちに出会えて巡り会えてよかったなと思いました。まあ、好きな道で何かの縁で、まあ、本人の頑張りもあるんでしょうけども、いい上司の方々に恵まれてこの見えない、まあ、幸せものだなと、まあ、これが続いてくれることを祈るばかりです。ありがとうございます。みんなに喜んでもらえる仕事いっぱいしてください。